最後にオーサムストローク、ゲートの前で立ち止まりましたが入りました。スタートしました。オーサムストローク、ちょっと出遅れ、先行争い何が行くでしょうか。セットアップ、前に行きそうです。里見のキラリ、それに続いています。オーサムストローク、後方からの競馬、先頭に戻りましょう。里見のキラリ先手を取りました。その外にセットアップ、エコロバルツ、そのうちに続いています。内からはタガノエルピーナ、少し間が空いてダノンマッキンリー、その外からオーサムストローク、その後ろからはナムラフッカー、ジャンタルマンタル、すぐ後ろ内からはミルケンベルク、並んで10番アスクワンタイム。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。この辺りで先頭が変わりました。タガノエルピーナ、エコロバルツ、ほとんど差がありません。セットアップ、3番手、後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エコロバルツ先頭、内からぐんぐんとナノンマキンリー先頭、ジャンタルマンタル前に並びかける、200を切った。ここで先頭変わって、ジャンタルマンタル、ナノンマキンリー抜けた、ナノンマキンリー先頭だ、ナノンマキンリー、ナノンマキンリー1着、2着はジャンタルマンタル、3着にセットアップ。最後は大外枠のセットアップ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。エコロバルツ、これはいいスタートを切りました。タガノエルピーナ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してタガノエルピーナ鼻に立ちます。その後ろからはエコロバルツ、この馬も上がっていく構えです。それでは先頭から先手を取ったのはタガノエルピーナ、並んで11番シュトラウス、その外にセットアップ、これに続いてエコロバルツ、少し開いて里見のキラリ、白の帽子オーサムストローク、その後ろこの位置にジャンタルマンタル、その横にエイムラブフェイス、ダノンマッキンリー、その位置に続いています。ここまでほぼ平均ペースです。この辺りで先頭が変わりました。シュトラウス、タガノエルピーナ、ほとんど差がありません。セットアップ、3番手、後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。シュトラウス先頭、1馬身から2馬身引き離す、セットアップ、懸命に追いすがります。あと 200m、 先頭はシュトラウス、残り 100m、 後方から一気にエンエアラブヘイス、シュトラウス1着、シュトラウス完勝、2着は微妙です。最後は大外枠のミルケンベルク、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。エコロバルツ、前に行きそうです。タガノエルピーナ、それに続いています。さらには里見のキラリ、10番ダノンマッキンリー、その後ろ先手を取ったのはエコロバルツ、これに続いてセットアップ、これに続くのがオーサムストローク、内からはジャンタルマンタル、赤の帽子ナムラフッカー、その後ろすぐ後ろにシュトラウス、その外からタイキバンクール、並んで12番エイムヤラブフェイス、その外にミルケンベルク、これは少々スローペース、後方勢には影響するか。さあ先頭は依然として4番エコロバルツ、2番手はセットアップタガノエルピーナ、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。エコロバルツ先頭、外からセットアップ、先頭ナノンマキンリー、前に並びかけるジャンタルマンタル、いい足、ここから勝負をかける、残り 200m を通過してセットアップ、先頭セットアップ、先頭だ、セットアップ、セットアップ、1着、2着にはどうやらナノンマキンリー、3着にジャンタルマンタル。最後は大外枠のエコロバルツ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ジャンタルマンタル、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してジャンタルマンタル、鼻に立ちます。その後ろからはエコロバルツ、この馬も上がっていく構えです。先頭に戻りましょう。セットアップ、先手を取りましたジャンタルマンタル、それに続いていますシュトラウス、すぐ後ろその隣にエコロバルツ、オーサムストローク、それに続きます。その外にタガノエルピーナ、内からはナムラフッカー、その後ろにダノンマッキンリー、その外から里見のキラリ、ミルケンベルク、そのうちに続いています。これは少々スローペース、後方勢には影響するか。先頭は依然としてセットアップ、2番手はジャンタルマンタル、エコロバルツ、3番手、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはジャンタルマンタル、しかし後ろとの差はわずか、これはどうだ、200を切った、一気に後続が抑えかかってきた、一気にダノンマキンリー、一気にシュトラウス、
チャムタルマンタル、わずかにチャムタルマンタル体勢有利。最後は大外枠の待機バンクール、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ前に行くのはどの馬か。セットアップ、前に行きそうです。タガノエルピーナ、それに続いています。さらにはエコロバルツ、13番サトミノキラリ、その後ろセットアップ、先手を取りました。少し間が空いてオーサムストローク、内からはジャムタルマンタル、並んで2番ダノンマキンディ、その外からナムラフッカー、緑の帽子アスクワンタイム、その後ろシュトラウス、すぐ後ろその隣にエイムヤラブフェイス、ここにつけたのがジューンテイク、この位置にタガノデュード。ここまでほぼ平均ペースです。先頭は依然としてセットアップ、エコロバルツ、ほとんど差がありません。サトミノキラリ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあいよいよ直線の攻防、セットアップ、先頭後続を引き離しにかかる、サトミノキラリ2番手、手応えはどうか。200を切った。先頭は依然としてセットアップ、内から一気に差を詰める、ダノンマキンディ、ダノンマキンディ、エンウェアラブヘイス、エンウェアラブヘイス、1着2着は微妙です。最後は大外枠のタガノデュード、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。エコロバルツ、前に行きそうです。セットアップ、それに続いています。さらにはシュトラウス、14番オーサムストローク、その後ろ先手を取ったのはエコロバルツ、タガノエルピーナ、それに続いています。その外にダノンマキンディ、その隣にサトミノキラリ、この集団にナムラフッカー、この位置にジャムタルマンタル、すぐ後ろにジューンテイク、その後ろにアスクワンタイム、その後ろにエイムヤラブフェイス、緑の帽子クリーンエア、その後ろ、この辺りで先頭が変わりました。シュトラウス、エコロバルツ、ほとんど差がありません。セットアップ3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はシュトラウス、4コーナーをカーブして、さあこれからです。シュトラウス先頭、リードは2馬身から3馬身、ダノンマキンディ手応えは悪くない。残り 200m、 ダノンマキンディ追い上げてきた。ジャムタルマンタル必死に追いすがります。2番手はダノンマキンディ、シュトラウス、シュトラウス1着、2着にはどうやらダノンマキンディ、3着にジャムタルマンタル。